回は千葉のハウスメーカーのフレスコさんのご協賛でお届けしてまして、動機は子供の、食育がやりたくて、カンパチで車でズドンって来たら木更津は東京の美味しいどこ通りができるんです。はい、住んで埼玉です。本日は木更津お邪魔してます。今日は私とゲストの、皆さんといろいろ話をしていければなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回は千葉のハウスメーカーのフレスコさんのご協賛でお届けしてまして、木更津市はホタルノのこの戸建てをフレスコさんが作っていて、そこにお邪魔をして、木更津に移住された方にいろいろお話を聞いたり、でフレスコの徳本さんにもいろいろお話を聞いていければなと思ってます。お願いします。ゲストの山野さん、はい、木更津に移住して何年？今年で12年目になりますね。じゃあもうがっつり、はい、はい、もうがっつりがっつりですっていうところなんで、はい、山野さんから自己紹介いただいてほしいですか。はい、山野照弘、今年で56歳になりました。東京の世田谷区から木更津市に引っ越してきて今年で12年目です。はい、東京に NHK の教育番組のディレクターをしていて、その仕事を、まあ、東京に残しつつ、はい、木更津に引っ越してきました。そうなんですね。はい、で、動機は子どもの、食育がやりたくて、世田谷でできなかった、食育を木更津でできるんじゃないかなと思いまして、距離がだいたい50キロぐらい、うんうんうん、で車で通える、はい、で NHK を中心にしてコンパスでぐりっと回って、はいはい、地価が一番安いとこどこだろうなと思ったら木更津が一番安かったんですよね。なるほど。で、まあ、僕自身も3年間ちょっと不動産屋にいた経緯もあるので、まあ、割と不動産屋の目線で、今地価が安いけどいやいやアクアラインでこうね、まあ、将来的にいろんな道がついてちょっと成長性のある街が木更津ではないかなというふうにも感じまして、思い切って木更津に引っ越してきました。なるほど、ありがとうございます。はい、こっちに来たタイミングはお子さんは何歳？はい、今大学1年生の子が小学校1年生にちょうどこう上がる時ですね。はい、本当そのタイミングしかないかなと思いましたね。ちょうどお子さんのその節目のタイミングでもあって、はいはい、移住をしようというところでご決断されて、はい、実際に住んで12年と、はい、いうことです。はい、今は どんな暮らしをされているの？お子さんまだいらっしゃる？今大学1年生の息子は、はい、こっちから横浜の大学まで通って、で実は高一の娘はうちの嫁さんのおばあちゃんが厚木に住んでます。厚木に。厚木から横浜の高校に、私立高校に通ってます。そうなんですね。はい、なので今4人家族から今3人で3人になって、はい、この近くに住んでおります。そういう生活をされています。で、山野さんもこのホタルのエリアから車で5分ぐらいですねのところなんで、比較的近い場所で暮らされているので、この場所も多分馴染みがあるという。そうですね。はい、まあ、最後はホタルのこの辺の、住み心地の話もしながら、まあ、最終的にはこの家をね、気に入って買ってくださる人が一組でも増えればなと思うのと、あとはこの家だけじゃなくてね、この木更津っていう移住を考えてたりする人の何かのヒントとか、まあ、きっかけとか、まあ、そういうなったらすごい嬉しいなというふうな思いでやっております。じゃあ徳本さんからも簡単に自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、はいはい、フレスコ市原営業所所長の徳本です。よろしくお願いします。私の方はですね、フレスコに入社しまして、はいはい、18年なんですね。18年目を迎えまして、主に営業販売の方をですね、ずっと手掛けさせていただいております。もうエリアも基本的には千葉っていう感じ。千葉、そうですね、千葉市に本社がありまして、うん、千葉市をメインに、であとは、まあ、今はですね、市原の営業所で、うん、まあ、この木更津であったり袖ヶ浦、袖ヶ浦、市原、市原、あとは君津とか、ね、秋水とか、はい、小原とか、うん、そのあたりを、はい、販売の方を見させていただいて、ありがとうございます。で、徳本さんご自身もこの近隣に住まわれている？あ、そうなんですよ。はい、私生まれ育ちは市原の方で、で、まあ、現在はですね、まあ、世帯持ちまして、隣の袖ケ浦市の大宿というちょっと田舎 の、ね、のところにですね、はい、もう10年弱です。っていうところで、はい、
ここから車で20分程度。そうですね、はい。なんで私は埼玉の川口に住んでいて、木更津の方は遊びには来るんですけれども、はい、こういう住宅地の方っていうのは今回初めてお邪魔しているので、私もわからないことだらけであるんですけど、いろいろお話し聞ければなと思います。まず移住のきっかけはお子様の食育、はい、食べるってことですよね、はい、そうですね、っていうのが一つ動機であったってお話だったんですけど、はいはい、そこら辺掘り下げて聞く。あ、はい、わかりました、はいはい。子供にご飯を食べさせます、うんうん、そうすると残しますよね。その残したものがもったいないと思ったんですよ。ただそれをどうやってこの3歳ぐらいの子供に伝えたらいいんだろうな、うん、ご飯残すなよ、全部食えよって、なんでって、そのなんでに僕は答えられなかったんですよ、ね。もったいないじゃんっていうの、その、うん、もったいないって何何っていう。だからそれをちゃんと伝えるためにどうしたらいいのか。僕が知ってるのは買うところのお米からしか知らないんですよ。あ、買う前の過程知らないんですよ、はいはい。あ、これはもうお米を作る過程を、うん、もう家族で体験するしかない、でいろいろ探すんですけど、世田谷にはそんな場所がないんですよ。なくて、うん、でちょっと同じ山陰で知り合ったし、友人にちょっとお米を俺作りたいんだけど、一緒に作んないっていう相談をしたことがきっかけで、なるほど。でそれでコンパスで50キロ引いて、うん、木更津に目がいった。目がいった、はい。もちろん他にも同じことをできる場所は他にもあったかもしれないけれども、はいはい、その中でも、まあ、その土地の将来性だったり、はい、エリアの将来性だったり、はい、そういうのも総合的に考えて木更津選ばれた、はい、そうですね。じゃあ結構その移住の検討時期から実際に引っ越すまでっていうのは、はい、その1年ぐらいの、いや3年ぐらいかかってます。あ、そんなに、はい、あ、そうなんですね。もうやりたいって、米作りやりたいと思ってから見つかるまで何ヶ月かあって、あ、でやりお米作りしてから木更津にこう、あ、こっちで田んぼが見つかったんで。あ、じゃあ通ってたってことですか。そうです。あ、そういうことです。1年ぐらいは通って。あ、そうなんです。でもその通ってるうちに木更津いいね、近いよ、いいよって、うんうんうん、もう問題はアクアラインが渋滞するかだけなんですよ。 あの渋滞をする時間さえ避ければもうえらい早いですよ。カンパチでズドンって来るだけだ。そうですよね、うん、めっちゃ早いですよ。カンパチで車でズドンって来るだけだ。はいやーと思って、じゃあすぐに決めてすぐに実行したというよりも、こう徐々に徐々にこう木更津に行きながらでこうやっていったんですね、はい。じゃあそういう経緯で、来たりと。木更津のあとはその移住考える人からしたら、うん、そのやっぱりアクセス、はい、なその電車とか車とか、はい、そこら辺が多分気になると思ってて、はい、木更津でなんか良いところというか、はい、アクセス面の良いところをお聞かせいただきたい、はい、そうですね。移住するとその便利な生活を諦めて、うん、他のところに田舎生活をするというイメージを持っている人が割といらっしゃるんですけど、うんうん、木更津は東京の美味しいどこ通りができるんですよ。で袖ヶ浦バスターミナルと神田バスターミナルっていうのが2つあって、どちらから でもその東京へのアクセスがすごく多いんですよね、うん。特に品川行きなんかは、うん、僕が住んでた京王線の各駅停車の本数よりも多かったです。朝なんか、はい、だから1時間に8本ぐらい、6時台7時台は出てるんで、もう50人がバスに乗っている間に次のバスが後ろに来てる、それぐらい あのスケジュールでバスが動いてくれてるんですよ。なので東京を諦めずに生活ができるというのと、うん、バスなんで乗っちゃえば好きなことできちゃう。座れるし、座れる基本的に、うん、寝たければ寝れる、確かに携帯自体は、うんうん、仕事したければ仕事するし、はい、よくはこういう iPad で映画見てるし、あもういるし見てるし、割とその時間も自分の時間にできるっていうのが割と大きいところだ。確かに東京を全く諦めなくていいというか、はい、なので、まあ、近いんでその芸術だとか、まあ、アートとかお芝居だとか、そういったものって世界一のものが東京に集まってる。ところが地方としてそういったものって皆無なんですよ、うんうん、皆無、うん、川口にもそんなものあんまりないじゃないですか。ちょっとありますちょっとしかない。
でも本当に実際それありますよね、はい、だけどまあ向こうちょっと1時間渡ってしまえば、うん、やっぱり東京のいいところがいっぱいあって、うん、お金出せば高くて美味しいもの食べられるし、うん、それなりのものも食べられるし、うん、こっちってやっぱりそういうのが少ないので、確かにそうです、だその美味しいところ取りができるっていう、うん、確かにありますね。だ拠点は木更津だけれども、はい、車だったり高速バスとかでそっちにもアクセスしやすいしっていう。ただなんか移住っていうとめちゃくちゃハードルが高いイメージを持っちゃうんですけど、なんか結構ちょっとした郊外に引っ越すぐらいのもしかしたら感覚でもいいのかな、はい、移住って聞いちゃうとちょっとハードルが高い感じで、僕はまああの明るいイメージはなんかワープしてる、ワープしてるみたいな30分ぐらいワープしてる、ワープしてるみたいなそれこそ羽田行くんだったら渋滞の中世田谷から来るよりもこっちからの車で行った方が早いですよ。確かにそれそうっすよ、ね、羽田に行くんだったら。で海があって山があるっていうこの環境が手に入るっていうのが、うん、確かに唯一無二ですよね。木更津やっぱりなんかすげえなって今なんか本当に聞いてじわじわと木更津のその不動産とか土地の価値としてもやっぱり良いなっていうすごい感じますね。で次にお聞きしたいのがお子さん目線での木更津みたいな、なんか下の子も含めてね、木更津での生活が多分長くなってるじゃないですか。はい、そうですね。だからあんまりも東京の記憶もなくなっていくのかなとは思ってるんですけど、例えば部活とかチームプレーするとなると東京の場合はまあ今サッカーの人数がどんどん増えてるので、そのサッカーに対するグラウンドだったりとか東京で世田谷であってもあるじゃないですか、うん、あります。ところが野球をやろうとすると東京ってちょっと難しい感じになってきてるんです。そうかも、そうかも、はい、ところが千葉県って割と野球が盛んなエリアで、まあ、サッカーやるか野球やるかぐらいのまだなんかあのバランスではあるんですよ、ね、確かに。でちょっと上に行くとそのシニアリーグみたいなのがあって、もうしっかりグラウンドを、もう室内練習場がちょっとこうもうそろそろできるんじゃないかなぐらいのレベルまでも中学校で持っていけるんですよ。ところが東京とか横浜は中学生の野球は木更津のグラウンドで、へえ、フッツだとか袖ヶ浦、あ、そうですか。だから横浜のチームがバスに乗って袖ヶ浦とかの球場自分たちの球場でこっちで練習してまた帰ってくるんですよ。へえ、なのでやっぱり向こうで野球をやろうとするとちょっとハードルが高くなる、うん、ハードル高いですよね、はい、だからそういった意味でですよ、部活、自分が関われる部活が都会に住んでる時とこっちに引っ越したのはやっぱり思考が変わっていくような気がします。あとはまあ文化部が、文化的には東京の方が高い。高いっていう。例えば、ブラバンとか音楽をやりたいと思ったら、やっぱりプロの方が、やっぱりお住まいになって、お父さんお母さんもそういう仕事されてる方がやっぱりいらっしゃったり、ミュージシャンもやっぱりたくさん集まってらっしゃるんで、そういう中で暮らしてる子たちがたくさんいる中で、こっちにはやっぱりアーティストって少ない。少ないっていう。そういう人たちに身近に触れる機会も少ないんで、職業選択はやっぱり大きく変わってくる。確かにそれありますね。山野さんのお話の僕素敵だなと思うのが、その田舎暮らし自慢だけじゃなくて田舎の欠点というか、はいはいはい、確かに文化的な面に関してでも東京がもう圧倒的なもの、圧倒的ですよ、うん、芸術だったりとかそういうのは、だからそういうのに触れる機会を意図的に親が作らないと子供はそういうのに乏しい感じになっちゃう。連れていかないと。そうですよね。でも連れて行くのに田舎すぎてアクセス悪いと連れて行くのも億劫じゃないですか。でも木更津だとそれもまだ諦めなくていいっていう、それが良いってことですね。はい、じゃあここからちょっとこの物件だったりとかのホタルノっていうエリアだったりとか、ないしは千葉県で住宅購入を買うことを検討している人のなんか予算感の話だったりとか、最近の市況感だったりとか、なんかそこら辺にも移行していければなと思ってるんですけど、もうさ市原の営業所で、はい、まあ、木更津もやるし市原の方もやるし袖ヶ浦もこの 4,5 年、まあ、コロナ禍というかこの4年ぐらい振り返るとその千葉の住宅の何でしょう需要とかってどんな感じで推移してってるんですか。コロナ禍始まった時は、うん、やっぱり、まあ、コロナがまあどういう状況になるか、まあ、皆さん見えない状況だったんで不透明でしたよね、はい、皆さん様子見みたいな感じで、あ、はい、
大変な状況ではあったんですけど、そこからが、あのステイホーム、うん、はい、テレワークというか、確かに、はい、企業にも、まあ、取り入れて、そこからが、あの住宅の需要もですね、うん、はい、まあ、注文住宅もそうなんですけど、主に、まあ、建て売り事業の方がですね、高まった中で、うん、この、まあ、アクアラインを使った、うん、まあ、都心への利便性の良さというところで、うん、まあ、木更津、袖ヶ浦あたりが都心とか、うん、まあ、横浜、川崎の方からお客様にですね、うん、目を向けていただいて盛り上がったっていうのは、うん、まあ、これだけありました。でこの 3,4 年ぐらいで、はい、そうですね、昨年ぐらいまでですかね。そうですよね、はい、で今ちょうど、まあ、コロナも収束しかけていて、以前に戻ったというよりも、なんかこう、あのコロナの慌ただしい感じはもう多分なくなっていて、はい、住宅選びがまた一つ落ち着いてきたのかなっていうのは思ってて、最近は どんな感じなんですかね、マーケットとして。結構戸建ては在庫が余ってるだったりとか、そういうの聞いたりはするんですけど、はい、そこら辺いかがですか。そうですね、はい、コロナが落ち着きまして、うん、ただそこからですね、やっぱり、まあ、あの物価上昇とか、あ、インフレが今ね、はい、この1年2年ぐらいすごいですね、はいはい、もう先々もどん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 右肩上がりしていくだろうみたいな、うん、はい、まあ、世間的な流れになってきてるので、それでちょっと昨年の年末ぐらいまでですね、うん、ちょっと住宅購入をちょっと様子見していこうという、はい、お客様結構いらっしゃる、はいはい、ただ、まあ、年明けぐらいからですね、うん、まあそうは言ってももうこの景気って、うん、はい、物価上昇を賃上げてまでやっぱり動いていくかなというところで、うん、だったらもう、はい、ライフスタイルで必要なもの、うん、まあ、住宅というこれで、まあ、タイミングが合うんであればもう動いていこうという、そういうことですね。妻は、まあ、やっぱり保釈から増えていったかなというところは思います。波はあって、コロナで初期1回沈ん でそこからステイホーム、テレワークっていうのでグイーンと住宅需要が増えて、そしたら供給も増えたんで価格も高くなって一旦こう落ち着いて、で今そこを確認してまた上がっていってみたいな、そうですね、そういう感じ、はい、まあ、だからこのフレスコさんのこの建て売り、あの分譲住宅っていうのは、こだわりとしてはその設置、はい、基準だったりとか免震の構造だったりとか、炭を使ってこう循環させているだったりとか、一般的な、大手のパワービルダーよりは価格帯としてはちょっと上のラインで、仕様としても良くしていて、そこのなんかこう建て売りと注文住宅の間っこら辺をターゲットにしているという理解なんですけど、まあ、合ってます。そうですね、合ってますか。だからなんかその木更津移住したいけど家を一から作る元気はないと、でそこまで住宅自体にそのエネルギーを注げはしない、でもなんか普通の家じゃちょっと嫌だみたいな人とかがハマってきそうな空気はある。そうですね、あとは住宅ってやっぱり、まあそうですね、大きな買い物なので、うん、価値のあるものを、はあ、やっぱり購入したいと。あとは、まあ、こちらの小樽の4丁目の方は、うん、まあ、4棟あるんですけど、うん、建物自体もですね、通常の建て入りよりもプラス 10% から 15% ぐらい建物も広く広いまして、空間作りであったり、うん、あとは、まあ、収納力であったり、うん、はい、ちょっとテレワークスペースだったり、まあ、みんなバルコニーで家族で楽しんでいただいたりとか、うん、そういったちょっとプラスアルファの要素も取り入れさせていただいてますので、なるほど、割と、まあ、このエリアによっては違うんですけど、うん、まあ、木更津とか、うん、市原とか袖ヶ浦とか、うん、っていうのは、まあ、弊社の分譲販売ですね、うん、こっちの広さが今50坪ぐらい確保できるものが多いので、うん、そういう、まあ、土地の広さがあれば建物の大きさだけじゃなく、あとは、まあ、駐車場、外構とかも駐車場、うん、あとは、まあ、そうですね、外観デザインの販売の代行とか、うん、そういったものでちょっとあのお住まいを楽しんでいただけるんですね、うん、要素をちょっと取り組ませていただいて、そうですね、そういったところに割とあの都心のですね、うん、分譲マンションからの住み替えのお客様とか、うん、割と好評いただいてお選びいただいているケースです、ね、はい、ということでいろいろお話をお聞かせいただいてありがとうございました。で最後に山野さんから、はい、木更津移住を検討している人へのメッセージだったりとか、はい、アドバイスみたいなものを欲しいなと思ってます、はい、お願いします。あの
木更津市は本当にいいとこだと思います、うん、あの地元の人たちが木更津大好きで、うん、もう地元愛が強すぎるなと感じる時があって、はい、特に僕らのちょっと上の60代70代80代の方たちは、うん、俺たちが木更津作ってきたんだぞ、うん、みたいなものをやっぱりお持ちなので、うん、その人たちへのリスペクトを忘れてしまうと挨拶しても目見てる先輩へ の挨拶は、うん、本当大変みたいなけど当たり前なんですけどね、うん、当たり前なんですけどもう知らない人でもあこんにちはって頭下げるとか、うん、車連れ違う時にこうやって頭下げるとか、うん、そういうのがもう本当に見てるんで、あ、移住する時は大先輩のリスペクトを忘れて教訓というか、はい、そうですね、木更津でなんか木更津せっかく住んだらなんか自分で商売やりたいとか副業で何かやりたいっていう人も多分一定数いると思っているから、はいはいはい、そういう人たちは地場の人とお付き合いするときは今山野さん言われたようなことだって配慮っていうのはもしかしたらかなりキーポイントになるかもしれないし、それが事業拡大のチャンスになるかもしれない。そうですよね。じゃあ山野さん、奥本さん、本日はありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。じゃあ皆さんこの動画を見てクレスコさんのこのホタルノの分譲の4個今建物を作っていますので、もし内見したいっていう方がいらっしゃったら概要欄にリンクを置いておきますので、そこから内見希望をいただければなと思っております。それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。